音楽を聴きながら走ろうと思います。時計の方で再生を押すと聞こえてる音が、ゾーンロックっていう機能があって、心拍数を一定の幅に設定することができます。35、それを中心に添えました。で、下限が132、上が149、その中でトレーニングできたことがこれで分かります。時計を同期するとスマホアプリの方でもパソコンの方でも更新されます。こういうふうにパッと出てくるけど、正直スマホアプリの方が見やすいかもしれない。これが睡眠ね、今日の睡眠っていうことで、離席が280、上り下りが260。ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。50歳ですが、50になってもこの記録更新できるように、まだまだガチで走っていきます。ランニングウォッチって機能がどんどんこう盛り込まれていて高機能化してるじゃないですか。実際どこまで使いこなせているか、走る時の距離を見たりとか、あとスピードをパッと確認したりとか、あとログ、それを取るぐらいにとどまっているかもしれません。今回の動画ではそのランニングウォッチを使うシーン、それでご紹介したいというふうに思います。今日ね、使う時計のブランドはポラール、ポラール編でいきます。これはね、バンテージの M2 っていうモデルです。天気予報を走り出す前に確認します。これはインターネットから情報が入ってきます、スマホを介して。で、今は温度が3度、寒いね、雨は降らない、風速は2メーターで、時間ごとにこう変化していく様子が分かります。曇りです。8時になると4度、風速2メーター。走り出しましょう。トレーニング開始。いろんなモードが選べるんだけど、今日はランニングで、これ心拍数が72っていうことですね。今73になったね。で、記録が開始しました。で、今日はね、音楽を聴きながら走ろうと思います。今ランニングウォッチは音楽再生機能があるんだよね。これはね、スマホと連携してます。で、時計の方で再生を押すとショックスのオープンランプロ、これと接続しているので、これを聞きながらで、細かい音量の設定とかその辺は時計で行うと。音量設定ね、聞こえてる音が。ガチオのランチャンネル。今日使っている時計はね、これバンテージ M2 です。ポラールでいうと、いろんなモデルがある中で注意モデルですね。価格が43,780円かな、定価で。で、この実の特徴はね、軽さ 45.5g、 めっちゃ軽い。だからロードなんかではね、使えると思います。あとロングバッテリーなんだよね。上位モデルと変わらない、長さで使える。通常7日間、トレーニングモードだと走ってる時とか使う時には100時間、機能の制限とかあるし、使用してる年数みたいなところも関係はするけど、説明書上はそういう風に書いてあります。安心して使えます、長く走る時も。で、ただね、言うと標高取る時の計測がこれ GPS なんですよ。正確に取るんだったら気圧計で取らなきゃいけないんだけど、それは入ってない。なのでトレランで使う時にはちょっとその標高のところはズレがある可能性はある。そういう時には上位モデルのグリッド X とかその辺がおすすめかもしれません。
ゾーンロックっていう機能があって、心拍数を一定の幅に設定することができます。今日でいうとだいたいそうだな135から145ぐらいの心拍数で走りたいですね。あんまりゆっくり走るのも嫌だし、かといって朝だからまだガツガツ走る気にはならないので、まさに今135、これで135で設定しますね。ボタンを押して135で設定しました。なのでそのゾーンを外れるとバイブレーションで教えてくれます。もっと速く走れよとか速すぎるよとか、それやってくれるとね、トレーニングがいいですね。やらすぎとやりすぎを防ぐことができる。特にこういう査定は起伏があるところはこういう階段は上がるけど、こういう下るところは心拍が落ちるので結構ね変化が激しいところではゾーンロックがあると便利。実績が持ってます。42分、距離が 6.95 キロ、心拍数だとかゾーンも乗ってますね、心拍のね、あとエネルギー、はい、これをね、スマホの方に転送します。今日走った実績ですね、42分走って距離が 6.95 キロ、平均心拍が141で、カロリーは400キロカロリーと、で最大が156の心拍数を叩いてますと、平均ペースがキロ6で、上昇と下降が出てますね。これはGPS で、どのくらい累積で上ったか下がったかが分かります。さっき言った通り GPS でも測れます。今日は街中というか里山走ってるんで GPS の電波が比較的良好です。ただ山へ行くとそういうことでもない、電波が弱くなってくると正確な、累積の標高が GPS だと測りにくくなります。その点気圧計が入っていると時計の中で計算してくれるので、積み重ねていく累積標高は比較的正確です。で下の方に行くと心拍数が乗ってますね。今日はゾーンロックをして135、それを中心に添えました。で下限が132、上が149、その中でトレーニングできたことがこれで分かります。それからね、これがポラールオリジナルというか独特の使用エネルギーっていうのが出てきます。炭水化物とタンパク質と、脂肪ですね。で今日は42分の中では主に炭水化物を多く使ったことが分かります。6割ぐらいで、これは昨日の晩飯食べた、そうだな、体の中に眠ってた1500キロカロリーとかそのぐらいのものを使った気がします。で、脂肪が残りっていう感じですね。タンパク質は残りは、すごいわずかです。で、この炭水化物が多いっていうことは体の中にすぐ使えるエネルギーを今回走った時に使ったと、昨日の晩飯で食べたエネルギーですよね。でそのエネルギーってこうスピード練習、そうだな、インターバル走とかするとき、強度が高い練習するときにはこの炭水化物を多く使います。なので、トレーニングの目的によって実際自分がどういうエネルギーを使ったかっていうのを確認するときにこれは使います。一方で脂肪っていうのはこれ体に眠っているお腹周りとかお尻とか太ももにある脂肪だよね。キロ換算、キロカロリー換算すると何万キロカロリーっていうふうに言われてます。僕でいうと5万キロカロリーぐらいあります。それがどのくらい使われたかが分かる。だからこれが比率が多ければダイエット減量効果があったと、短い長い距離をゆっくり走るような
そういうトレーニングをするとこの脂肪の部分が広がってきます。あとは僕みたいにウルトラの距離を走ったり、あとフルマラソンもそうだな。その時ってまあ本当に長い時間走ってるとこの炭水化物なくなっちゃうんですよ。1500とか2000キロカロリーしかないから、時間で言うと90分ぐらいなくなっちゃうので、それ以降は体にたくさん眠っている膨大なエネルギー、脂肪を使うことになります。で、脂肪を使えるようになる体を脂質代謝が整ってるっていうふうに言うんですけど、それが目指すところですね。故に自分が今日どういう練習をするのかっていうこと、それと、走った後にこのエネルギー何を使ったかを確認することで、目的に合った練習ができたかどうか、それを見るときにもこれは使います。で、あと今日走ったルートがここに載ってますね。これがポラールのフローのパソコンでの見え方になります。表示されている内容はこのスマホアプリのフローと基本変わらないです。時計を同期するとスマホアプリの方でもパソコンの方でも更新されます。で、ただパソコンの方はこんだけ画面が大きいんでとっても見やすいです。例えば詳細を押すとこうやってパッとね見ることができるし、下の方にスクロールすると地図が見えて、このマウスを動かすとねどこを走ったかが分かります。で、この折れ線グラフは上が心拍、下がスピード、その下が高低になります。近所の公園で結構高低があるところだったんでこういう風にね波打ってます。で、心拍のとこ見ると今回は心拍ゾーンを135で固定して、下限を132、上限を149に設定しました。この緑の帯がそのラインですね。そこに全部収まってます。全部っていうかまあ8割ぐらい収まってますね。なのですごくいいトレーニングができたことが分かります。で、スピードの方を見るとこう起伏があるのでやっぱりスピード変化が起こっているってことが一目で分かります。で、下の方に行くと表があって、ラップで自動的に1キロでラップ取ってくれていて、その時の平均心拍数、ペース、最高ペース、最大心拍数、ケイデンスなどが分かると、まあ、この辺はねやっぱスマホで見るよりは見やすいと思います。で、あとは睡眠いきましょうか。睡眠も確認ができるんですけど、これはね、まあ、こういうふうにパッと出てくるけど、正直スマホアプリの方が見やすいかもしれない。これが睡眠ね、今日の睡眠っていうことで、今日はどういう状況かっていうと、これね点数が出てくるんですよ。100点中71点でしたと。で、この71点は睡眠の量と安定した睡眠回復度っていうところで、まあ、総合的に評価をしてくれて、71はねあんまり良くないですね。睡眠時間5時間47分で、この数値はパソコンの方でも出てます、71点って。で、昨日はどうだったかっていうと、昨日はね結構点数が良くて83なんですね。で、この日は筋トレをめちゃくちゃやった日です。なので睡眠量は疲れてるからすごい寝てる、安定して寝てる回復度っていうところがあんまり良くない。この紫のが回復度、もう疲れてね回復しきれてないんですね。だけど83点と。で、睡眠時間も8時間35分取れてるんで、まあ僕にとっては寝すぎですね。いつも6時間半ぐらいなんで、これ寝すぎちゃったから次の日が5時間47分あんまり眠れなかった。ただ、ここ回復度はねすごいぐんと上がってるんですよ。なので、昨日疲れた筋肉がぐんぐん回復したってことがこれで見て取れますっていう感じですね。こっちの方がやっぱ見やすいな、睡眠はね。で、あと自律神経もこのポラール見ることができるんですけど、自律神経っていうのは心の安定度ね。で、これも昨日は寝つきが悪かったからかもしれないけどあんまり良くない。これは、自律神経と睡眠っていうのをこう掛け合わせて表示されてるんですけど、まあ、昨日は睡眠があまりにもひどすぎるの71点なんで、総合点は良くないけど、あの自律神経は真ん中ぐらい通常ですね。緊張していたりとかするとこれ低くなる、自律神経が。ストレスがあったりとかすると低くなる。逆にノンストレスだとこれは上がります。だからレースが終わった日の睡眠のこのデータを、自律神経を見るとすごいこの自律神経のステータスが上の方に行ってます。
だけどレースの前日は緊張してるから、自律神経のステータスは低いっていう感じ、まあ、そんなこともねこのポラールの時計は分かります。グリッド X プロ、これを使います。ノルディックカッパーっていう色合い、かっこいいでしょ。ね、1時間半ぐらいかな、ちょっとサクッと走ってきます。栄養補給のリマインダーを今日使おうと思います。これ炭水化物を取るタイミングをね時計が教えてくれるっていう機能です。あとドリンクね。でちなみにスマートリマインダーって自動に教えてくれます。これは時間設定をするとともに強度を入れるんですよ、心拍ゾーン。この強度が高ければ1時間半よりも前にね教えてくれると思うんだよね。で炭水化物の手動はもうこれ固定で20分ごととか、そうそう、こういうふうに5分おきにお知らせてくれるものですね。で今日は1時間半なんで、ドリンクリマインダーを使おうと思います。どうしよう、20分ごとにしようか。20分ごとで設定しました。これでスタート。はい、炭水化物のリマインダーって結構大事で、走る時のエネルギー、それがなくならないように、20分おき40分おき取っていきましょうっていうお知らせをしてくれます。フルマラソンで大体10キロに1つジェルを取ろうっていうのと一緒、そうするとガス欠にならない。グリッド X プロです。ポラールの時計がある中で、機種がある中では上位の方のモデルです。主にね使ってる人はトレイルランニングしてる人が多いですね。僕の周りでもね結構いる。作りがタフです、すごく。であと気圧計が入ってるんで標高を正確に取ってくれます。なので機能として標高プロファイルっていうものがあったりとか、ヒルスプリッターって、どのくらいのシャドウを走ってるのかとか降りたのかっていうのをつどつどカウントしてくれるんですよ。そんな面白い機能があったりします。その辺のねグリッド X プロの説明はこの動画で上げてるので、そっちを見ていただくとよりわかると思います。リマインダーがプルルプルルってなりました。水飲めよって。特にこの寒い季節はさ、汗はあまりかかないんで水分取るの忘れちゃうんですよね。短い距離だったら全然いいけど、まあ、ある程度長い距離走るときには定期的に取っておいた方がいいですね。知らないうちに脱水になってることもあるから。ヒルスプリッターはね上りのねスピードが分かるからいいですよね。あ、それ下りもしっかりだけど、どのくらいの速さで上がってるのか下ってるのかって、普通は平地を走ったところとごちゃ混ぜになっちゃうから分かんないんだけど、なので自分が上りが強くなったのか、その辺をね同じ坂道をこのヒルスプリッターで計測すると成長具合が分かります。あと峠道の下りとかもいいですね。ヤビツ峠の下り、僕はあんまり下り得意じゃないんだけど足運びが遅いんで、それもちょっとこうフォームをねいじくっているんですよ今。だからそれで下りも少し速くなるんじゃないかななんて期待はしてるんだけど、そんな時はヒルスプリッターの下りのスピードを確認すれば成長具合が分かると。
45分経ったんでここから戻ります、ピストンで。そういう時に使えるのがルートガイダンスです。このね設定ボタンからいって、これをピッとすると同じルートで行こうか、開始地点が見つかりました。ここから来た道、道順をここに表示してくれます。なので山に行った時に何かあった時に、来た道を戻るって意外にね間違えちゃいがちなんで、この機能があるとこの線にたどって戻っていけばいいんで安心です。であとゴールまで、僕がゴールというかスタートしたところの最初の地点まであと 4.42 キロだよっていう残数の距離が分かるから、それも安心だよね。はい、着いたよゴールに。1時間37分と今日の、これが今日のトレーニング概要ですね。1時間37分走りました。距離が 10.44 キロ、平均心拍数カロリー、そして、累積が280、上り下りが260で、ケイデンスとかも出てますね、パワーも出てます。で下に行くとこれが心拍数、今日は結構起伏があったんで、こんな心拍の動きをしてます。これはスピードか。で、あとパワー出ます。これが使用エネルギー。今日1時間37分でしょ。1時間37分だとまだやっぱり昨日のご飯の糖エネルギー、炭水化物をやっぱりメインで使ってますね。で、脂肪が、38%。これがね、2時間、3時間、4時間、5時間って時間が増えていけば、この脂肪のエリアがどんどん広がっていきます。で今日走ったコース、工程図で、ここがですね、すべてのラップで、アップヒルとダウンヒルで取ることができます。一つ一つの坂道、上りの距離と、それから上った、高さ、スピード、それが全部出てます。同じくダウンヒルも。この辺がね、ヒルスプリッターで計測した数値になります。ランニングウォッチ、シーンでいろいろとこう使ってみました。こんな使い方があるんだってね。使った時計はポラールのバンテージの M2 とグリッド X プロ、今回ポラール使ったけど、これなかなか面白いから他にも違う時計やってみたらいいかもしれない。ガーミンとか面白いかもね。とはいえ今日ご紹介した、いろんな機能あるけど大抵ね同じようなものを眠ってるんですよ。この手の時計には結構いい値段するから、せっかくだったらフルでそういう使える機能は使った方がいいと思います。やっぱりね走る距離見たりスピード確認したりするだけだとちょっともったいないので。ということで今回の動画が何かこう参考になれば嬉しいです。今回は何だろうな、グッズ紹介になるのかな。こんな感じでね、ランニング系の動画をどんどんとアップしていきます。レースレポートとかグッズ紹介とか走るモチベーションが上がる内容を目指していきますので、ぜひともね、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。そしていつものお願いですけど、グッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ガチョでした。バイバイ。いやー、いろいろ本当機能が増えちゃってて、どんどんこう時計って進化していくからね、自分の僕でも使いこなせなくなってるから、今回こういうテーマで動画を撮ってみてすごくいい勉強ができました。でやっぱりねこういう機能あると助かるんだよね。身を助くじゃないけど、今日も補給のリマインダー使いましたけど、ああいうのってね気づかせてくれないとついつい気持ちが良くて忘れちゃうんですよね、水飲むの。なので皆さんもぜひね、せっかくだったら機能を使っていきましょう。